はい、どうもこんにちは、カリパイです。ミスタープレッパーやっていきたいと思いますけどもね。さあ、前回ですね、無事ボブのメガネをね、見つけゲットして、ボブに会ってですね、なんか秘密の部屋みたいなところもね、案内してもらって、はい、そしてね、この大統領に栄光あれっていうのも手に入ったし、どうもなんかジェニーさんとのね、関係がね、はっきりしたんじゃないかということで、ジェニーさんにね、今回はね、話を聞きに行ってみようと、いうことでやっていきたいと思います。さあ、じゃあ会いに行く前にですね、早速ちょっとポストマンのこともやっていこうかな。これちょっと待って、まず受け取っておいて、トレードはまあ普通にできるんかな。ですね、ミニッツマンから何も来てない。そうだな。あ、そうだ。金塊をちょっと売っちゃおうかな。よっしゃ。これで、あれですね。ポストマンが来るから、ポストマンが来たらですね、これですよね。これを、ちょっとやってみたいな。それでやりましょうかね。ジニーさんとか行く前にね。じゃあ、それ待ってる間に、ちょっとこれ、分解しちゃいます。あ、来た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 。ちょっと待って、待って。変えちゃうといけないから先に行こう。来たー。で、ちょっと待ってよ、ポストマン。あ、イベント始まった。ちゃんと、なんでしょう。なんか立ってる場所があれだな。うわー、大きな声では言えませんが、長いこと嫌がらせされましたよ。あー、やっぱそうだったんだな。おー、なんかいよいよ現実的になってきましたね。違法な物品をお渡しするので、それを少しばかり目立たないとこに隠します。その後、私の友人が彼を当局に通報します。確かに私が保証しますよ。よっしゃ、来た、渡しましたね。そうですよね。いやー、それはあれですね、リスクがありますね。わー、ついにポストマンもねえ、ちゃんとあれでしたね、我々側に立ってくれてみたいなね。よっしゃよっしゃよっしゃ。ちょっとじゃあ、クラフトの分解の続きだけやって、これが終わったらね、ジェニーさんとか行きましょうか。よっしゃ、じゃあね、ジェニーさんとこ行って話を聞きに行きましょうかね。何か変わってるといいけどな。まあ、ボブとね、会話ができたから、あの秘密の部屋行ってね。で、もう自分は今、ほら、秘密のね、組織が薬を作ってるってこと分かったじゃないですか。これ絶対イベント起きますよね。ジェニーさん、頼みますよ。来たー、やった。新しい会話になった、なった。ほら、眠らぬものについてはもう知ってますよと。申し訳ないわ、ポポちゃん。以前は大っぴらにお話できなかったのよ。以前はね。お！来たー。はい、これが調合薬よ。やったー。来たー。なんかあっさりだったなー。え？これ、でも何これ？あれ？これ使えないな。今すぐは。これあれかな？なんかイベント用なのかな？じゃあ。その、これ、あれですね。なんかアイテムみたいな感じじゃないな。これあれか、フォートオブザーバーに行くときしか使えないってことか、じゃあ。日常的にずっとっていうことじゃないのかな？それか、今これを持ってるから、これ装備できる？
ダメですね。なんだろうな、どういう扱いなんだろうな。いや、でもね、ちょっと待って、これもう、こっち側がもう、いよいよあとこんだけになっちゃった、タスクが。フォートオブザーバーに行く。で、このカウントダウンのやつはね、ロケット制御モジュールがないから、でもこれ多分このまま行くと多分これ、フォートオブザーバーにある感じですよね、きっとね。順番的には。いや、でもこっちが先にあるからどうなんだろう。まあいいか。ありがとう、ジェニーさん。よっしゃー、来たー。一旦戻るか。よし、戻ってきた。で、ポストマンに、不法配達について尋ねるってなってるから、なんかトレードしてちょっと呼びましょうかね、じゃあね。まあ、なんでもいいですけど。じゃあ、これ買っちゃうか。よし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 。いやー、来ましたね、これね。うん。これもう見てください。これいつの間にかね、電子部品73もあるんだよな。これこんなにいるのかな？プラスチック299。ですね。とりあえずね、でもね、フェーズ4は電子部品が20いるから、プラスチック50とかね。うん、まだフェーズ4だからな。さあ、じゃあ、ちょっと待ってよ。メンテナンス。あ、ガラナでも取っておくか。あ、ちょっと待って、水だな、水。さあ、もうね、寝る時間になったんだけど、まだポストマンが来ないから、もうちょっと待ちましょうかね。あ、来た来た、座って言ってたら。いやー、これね、こういう風な空が、なんかなかなかでも綺麗なとこですね、ここね。来たー、ポストマン。ちょっと暗いかもしんないけど。はい。ちょっと会話しよう。来たー！竜の品は良い場所に置けましたか？うん。お、フィッツパトリック氏が当局員より先に見つけることはないでしょう。ああ、この人に仕掛けたってことですよね。うん。こんなに熱心に反体制的な態度を取ってくれるとはって、なんかこう言い方がめちゃめちゃストレートですよね。うん。ああ、いいっすね、いいっすね。どうしようみたいな、ね、感じですね。うん。我がどうしよう。やったー！これ OK になった。うーわー。もう、そんだけかな。あ、もうそんだけか。よし。いやー、すっきりしましたね、こっち側がね。じゃあ、なら見てみるか。あれ、これやっぱ行かなきゃいけないかな。真の子にはスイスの貯蔵庫がありそうだ。ボブに入る。なるほどね。これ、やっぱりちょっと見に行くか。ちょっと一旦寝ましょうかね。うん。よっしゃ。じゃあ、水素がどうのって言ってか、ちょっと気になるか行ってみようか、やっぱり。ジャーナル見たら読んだらね。うん。まあ、どっちにしてもね、もうあとは、フォートオブザーバーなんでね、ちょっと気がいいから、フォートオブザーバーはちょっとね、また次回の動画っていうことにして、にしましょうか。いやー、ちょっと見えてきましたね、これね、いよいよ。水素のどうのこうのっていうのかな。水素の貯蔵庫。これのことじゃないのかな。それ以外にもあるなら、ということで、ちょっとまあ、見ていきましょうか。いや、なんかなかった気がするけどな、そんなの。まあいいや、どうせ、なんか、物資とかも手に入るし、ね、久しぶりにちょっと、のんびり行きましょうか。うん、これ空っぽだな。見てますもんね、ここね、もうね。よし、第一層、問題なし、次。第二層、これは多分、金塊があったのかな？これ取っちゃいましたよね。問題なし、次。あ、水素かな、ここね。
なんかそんな気がする。水素があったような気がする。あ、これもうこれもういけないですよね、これ以上はね。で、上ですね、行き止まりだな。これ多分金塊があったところですよね。ダメか。よし、次。はい、来たん。ちょっと待ってよ、この雰囲気はまずいぞ、これ。あれ、あ、出てこないんだ。一回やったらもう。で、この奥に行けないですよね。ここはあれですね、ネズミの大群が出てくるところ。なんだ、出てこないんだ。よしよしよし。じゃあ次行こう。これも空っぽ。これも来ましたね。いや、何もないな。あ、何もないじゃん。あれか、水素の貯蔵庫っていう言い方がちょっと大げさだけど、この途中にあったね、こう水素があった一部屋あったじゃないですか。あれのことなのかな、貯蔵庫って。まあ、水素が一個しかなかったけど。ほら。多分そういうことですね。よし、じゃあまあ解決ということで、まあ念のため一応もう一回これボブのとこ行ってこうかな。ボブじゃないわ、あ、ボブか。ん、ボブ、うん、ボブっすね。あ、もう何もないっすね、やっぱりね。よし、どうやら OK だな。じゃあ戻りますか。いやー、来た来た、すっきりしたぞ。鉱山もじゃあこれ終わりだな。オッケー。あれ、水素の貯蔵庫っていうのは多分水素があったね、あの一部屋のことだっていうことだと思うから、もうこれでオッケーだな。で、ポストマンのやつも終わったし、いよいよフォートオブザーバーか。ちょっとジャンクヤード見に行ってみよう。フォートオブザーバーってこれ車で行くんですよね。あ、ここに出てる。こっちに行ったらまたあれか、あのいろいろ物資を取りに行けるやつで、こっちですね。あ、よかった、先下見に来て。で、ガソリンが満タンじゃないといけないってことか。よし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 。あと持っていくもん何がいるんかな。これ言いますよね、絶対ね。特効薬。軍事施設って言ってましたよね。ちょっと一回戻るか、どっちでも。なんか荷物をね、よく見ていこう。今まで持って、取ってきたものとかね。よいしょ、ついでに鉱山で取ってきたものを売っちゃって、結構いいもん取れましたね。よし。まあ、これも買っていくか。それから、そう、何をね、持ってたか。なんかね、原油取ってますね。原油じゃあ、ここでね、原油を補充してと。燃料がまずいな。なんだかんだ発電機のね、発電のシステム、これでやりくりできてますね。で、ガソリンは、確か余裕が。まあ、なんとかいけるか、これでね。それから、あ、そうそう、荷物をちょっと見ていこうかな。これは写真ですよね。これは、なんとか。アクセスカード。どこかへのアクセスカード。これ、どこかへのアクセスカードってことは、これ、どこかなんじゃないですか、これ。持ってた方が良さそうじゃないですか。星マークついてる。大事マークですもんね。これ、イベントで使うやつってことなんじゃないかな。ってことは、フォートオブザーバーの可能性が高いから、これ持ってった方がいいっすね。あとは、まあ、塩とかそんな関係ないな。これも、この絵も関係ない。手紙も OK。
リボルバーか。リボルバー持っていくか。なんか敵と戦うことがあるかもしんないし。それぐらいですね、荷物はね。こんな感じか。リボルバーを、弾が40発しかないけど、持って、で、ツルハシ持って、ですね、食料はちょっとまたじっくり見なきゃいけないとして、こんなところか。よし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 。着々と準備が、ねえ、だいぶ整ってきたんじゃないかな、これ。ちょっと分解しちゃいます。あ、そうだ。リボルバーの弾ってね、そういえば買えなかったかな。なんか買えた気がしたな。誰だったかな。ボブじゃないな。ジョー、あ、ほら。一発1ドルだ。これ今何発持ってた ?40 発か。結構いるからな。これ買っちゃおう。ガンガン。30発。いや、もっと買っちゃえ。あ。いけるいけるいける。まだいける。42発か。42発が売り切れか。42発。買っちゃおう。うん。これ何これライフルなんてあるじゃん。ライフル。ライフルが売却できるってことは、ライフル売ってるってこと?いや、売ってないな。どっかで拾えたのかな?うん。いいっすね、これね。まあいいや、ちょっとじゃあ、まあ、弾を買ってですね。あとはもういいかな?決戦の日が近づいてきたって感じ。うん。結局、料理とか全然しなかったですね。そうね、うん。あとは、ほら。スキルも全然まだなんか、あれなんだけど。まあ、もし必要だったらね、うん。また揃えていけばいいんじゃないかなってところですかね。まあ、食料も今ね、めっちゃあるんですよね。これまだ調理してないものがここにこんなにあって、日々のね、肉がすごい回復するから、まあ、これを調理ガンガンすればいいでしょ?で、こっちにね、ほら、調理済みのやつまだあって、ね、これまだこんなにあるんですよ、食料。あとね、この上に缶詰も置いてあるんです、ここに。うん。だから食料は、かなり余裕がある。睡眠ガラナこれ持っていくか。よし。もうバッチリじゃないの、これ。あ、来た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 。弾来ましたね。いやー、フォートオブザーバーね、ちょっと得体が知れない場所だからね、装備万全でいきましょうよ。弾も来たし。うん。よっしゃー、こんなとこですねー。はい、というわけでございましてねー。いやー、いよいよタスクがね、すっきりしてきましたよ。うん、このロケットのフェーズ4と、オブザーバー、フォートオブザーバーですね。うん。無事ですね。まあ、特効薬手に入った。ね、そしてね、これも持ちましたね。アクセスカードも一応持ちました。これなんか絶対これ、いるんじゃないですか?これ、どこかへのアクセスカードって書いてあるから。うん。で、各所ね、もろもろ準備もしっかり整えたので、もういよいよね、行きましょうか。次回ね、フォートオブザーバー。で、フォートオブザーバーに行って、なんかね、また新たな情報とか手に入れてって感じか。ですね、あと願わくばこれかロケットの制御モジュールがねそこで手に入ればカウントダウン進めていけるということですね。まあこれねストーリーのねその終わり方がどうなのかっていうのもちょっとねいよいよ気になってきたんですけど、うん、なんか脱出して逃げちゃったら終わりって感じじゃどうもないですよね。なんかジョーさんとの会話からするとね、なんか政府に立ち向かうんだみたいなこと言ってたから、政府を倒して終わりなのかなとかね、その辺も気になりますけどもね。うん。なんか自分だけ脱出して、イエーイ、さよならっていう風じゃない、なんかみんなを巻き込んだね、戦いになってきたような雰囲気ですよね。はい。というわけでございましてね、今回はここまでとなります。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。